はい。どうも、竹の子塾の大久保です。今回は中学理科のコツということで、覚えておきたい中和反応3線、こちらを解説していきますと。で、そのね、中和反応を紹介していく前に、ちょっと簡単にね、中和とは何かっていうのをね、説明しておきますと。で、まずね、酸とアルカリっていうのがありますと。で、酸は水に溶けると水素 4H プラスが生じる。まあ、例としてはね、この塩酸 HCl などがありますと。で、アルカリは水に溶けると水酸化物イオン OH マイナスが生じますと。 で、まあ、例としては、水酸化ナトリウム、NAOH なんかがありますよ、と、ね。で、じゃあね、中和ってどうやっていくかっていうと、このね、H プラスが生じる酸性の水溶液と OH、OH マイナスが生じるアルカリ性の水溶液を混ぜ合わせますと。で、そうすると、えー、このね、酸性の水溶液の H プラスとアルカリ性の水溶液の OH マイナスがね、互いに反応して、H2O、水ができますね。これ、H が、こことここで H が2個ね、O が1個で H2O。 ま、電気的にも、これね、プラスが1個、マイナスが1個だから、まあ、結びつくとプラマイゼロになってね、電気的にもプラマイゼロになるということで、水ができると。で、こうなると、このね、えー、酸性の水溶液の H プラスとね、アルカリ性の水溶液の OH マイナスが水になっちゃうので、酸性とアルカリ性の性質をね、互いに打ち消し合うことになりますと。で、このことを中和と言いますと。で、ここにね、えー、図もありますので、ここで説明すると、まずこのね、酸の、 水に、酸がね、水に溶けると、この H プラスと、えー、それと結びついていたマイナスね、陰、えー、イ,イオンがありますよ、とね。で、アルカリね、これが水に溶けると、水酸化物に OH マイナスと、まあ、それと結びついていたね、陽イオン。まあ、これプラスのイオンですね、がありますよ、と。で、えー、先ほどここで言ったように、H プラスと OH マイナスは結びついて水ができますと。で、さらにこのね、酸の陰イ,イオンと、アルカリの陽イオンですね。 この人たちも、まあ、結びついて、えー、っと、物質ができますよと。で、これですね。この、酸の陰イン,インとアルカリのヨーイオンが、ね、結びついてできるこの物質のことを、これを、塩と言いますとね。塩。酸の陰イン,インとアルカリのヨーイオンが結びついてできると。 なんで、このね、中和すると H、H プラスと OH マイナスで H2 を水ができて、さらにね、このね、塩が、酸の陰イン,インとアルカリの陽ンが結びついて塩ができるというのをね、とりあえず頭に入れて、で、具体的にね、えー、紹介する3つの、あの、中和反応をね、見ていきたいと思います。はい。それではね、覚えておきたい中和反応をね、3線それぞれ1つずつ紹介しておきたいと思います。まず最初にね、えー、と紹介しておきたい中和反応が、 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和反応です。で、塩酸が HCl、水酸化ナトリウムが NAOH、ね。で、これがどういうふうに反応していくか、この図でね、見ていきます。HCl、水溶液中ではこの H プラスと Cl マイナス。こういうふうになってます。NAOH、ねえー、は OH マイナスと NA プラス。 こういう風になってます、ね。で、先ほど説明したように、ね、えー、この H プラスと OH マイナスは結びついて H2 を水になるとね。で、えっ、ー、と、3の陰イ音イであるこの Cl マイナスとアルカリの陽オンである NA プラスね。この人たちが結びついて塩ができると言いましたよね。で、この場合この2つがね、結びついてできるのが NACl。 になりますよ、とね。え、なので、えー、これね、HCl と NAOH ね、中和反応で、H2O、水と、あと塩として、NACl、塩化ナトリウムができます。はい。で、えっ、ー、と、覚えておきたい中和反応ね、二、えー、つ目が、硫酸と水酸化バリウム水溶液の中和反応になりますね。硫酸が H2SO4、 C 酸化バリウムが BAOH2。これになりますね。で、このね、硫酸はどうなるかというと、ま、このね、H2 だからね、H が2個あるので、水溶液中ではね、水素イオン H プラスが2個できますよ、と。と、陰イ,イオンは、この部分ね SO に、SO42 マイナスという硫酸イオンができます。 で、こっちのね、水酸化バリウムも、このね、OH が2個ありますよってことなんで、水溶液中では OH、OH マイナス水酸化物イオンが2個できますと。で、それにね、えー、結びついてるバリウムがバリウムイオンとして BA、BA2 プラスとね。じゃあこれどうなるかというと、えー、こっちのね、えに、ー、H プラスってことなんで、H プラスが、 二個ありますよ。で、こっちもね、OH マイナスが二個ありますよっていうことで、で、それぞれね、この H プラスと OH マイナスで H2O ができる。で、もう一個のこれもね、H2O がもう一個できるっていうことなんで、この場合ね、できる この H2O は2個になりますよ、と、ね。で、あとはこのね、SO42 マイナスと BA2 プラス。これマイナスが2個、プラスが2個ってことなんでね、こう結びつくと、電気的にプラマイゼロになりますよね。で、えー、できるのが、できる円が、BA、SO4 っていうね、硫酸バリウムができますと、ね、と。 で、なので、個体としては、えー、H2O が2個できるので、に H2O と、あとはね、えー、硫酸バリウム、BA、SO4 とね。で、さらにこのね、BA、SO4 は、硫酸バリウムは、あの、水に溶けないでね、えー、こう、沈殿するということで、こう、下に矢印とね、沈殿しますよ、と。まあ、こういうふうにね、えー、書く場合もありますと。はい。 では、覚えておきたい、中和反応選。え最後3つ目が、硫酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和反応になりますと。まあ、これ両方ともね、先ほど出てきているので、まあ、硫酸が H2SO4、水酸化ナトリウムが NAOH と。で、まあ、硫酸ですね、H2SO4 は、このね、H が2個あるので、水溶液中では H プラスが2個になって、えー、このね、インオンが SO4 にマイナス。 になりますと。で、NAOH はまあ、OH、ま、OH マイナスね、水酸化物イオンと NA プラス、ナトリウムイオンになると。で、じゃあこれどうなっていくかとね。まずこの水、水水ができるね、反応なんですけど、これ H プラスが2個ありますと。で、一方 OH、OH マイナスは今の状態だと、1個だけですと。 で、なので、1個は H2 をできるんですけど、そうなるとね、この H プラスが余っちゃうので、どうしないといけないかというと、このね、NAOH を2個にしてあげないといけない。で、NAOH を2個用意してあげると OH、OH マイナスもね、2個できますよっていうことなんで、もう1個ね、OH マイナスが今できました。こう、そうしてあげると、ね、 えー、この余ってた H プラスもね、この OH、H プラスも OH マイナスとくっついて、もう一個ね、H2O ができて、えー、水分子がね、二個できたよ、ということになりますと。で、あとね、塩ですね。この人たちがどういうふうに結びつくかというと、今ね、このね、NAOH をね、もう一個増やして二個にしたので、NA プラスも二個ありますよ、と。 で、そうするとどうなるかっていうと、この SO42 マイナスですね。まずこの硫酸イオンがあって、そしてこのね、NA プラスですね。これが今ね、2個ありますよ、と。 でそうすると、こっち電気的に、えっ、ー、と、マイナスが2個ありますよね。2マイナスだから。で、こっちは電気的に、えー、プラス1、プラス1だから、まあ、2つあるので、ね、プラスがね、2個ありますよ。で、そうすると、これ1個と、NA プラス2個で、電気的にちょうどね、プラマイゼロになりますよね。マイナスが2個、プラスが2個っていうことなんでね。で、なので、えっ、ー、と、この人たちが結びついて、どうなるかというと、NA が2個。 Na2SO4 っていうね、硫酸ナトリウムっていうね、塩ができます。ということですねえ。なんでこれに、ここがね、NAOH を2個にして、水分子が2個。そして、できる塩が、Na2SO4、ね、硫酸ナトリウムができます。という感じですね。 はい。ではですね、えー、この動画で紹介した、この中和反応3線ね、まとめていきますと。えー、まず、塩酸 HCl と水酸化ナトリウム水溶液ね、NAOH。反応すると H2O と NACl ね、水と塩、ね、NACl ができると。で、次が、硫酸と水酸化バリウム水溶液硫酸 H2SO4、水酸化バリウム水溶液 BAOH2 ね、反応すると、水分子ね、H2O が2個、に h 2 o プラス、 塩が BASO4、硫酸バリウム。で、これはね、水に溶けないで沈殿しますので、こうね、下矢印と。こういうふうに書くと。で、えー、3つ目が硫酸 H2SO4 と水酸化ナトリウム水溶液、NAOH ね。で、えー、これは、あの、反応をね、えー、こう化学式で、この H がね、H プラスが2個になっちゃうので、OH マイナスもね、2個用意しないといけないので、に NAOH にすると。 で、そうして反応すると、水分子、H2 が2個できて、塩として、SO、n 2 s o 4硫酸ナトリウムかな、ができます、ということです。今回は以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。